はい、本日は鈴木隆久選手、近鉄バファローズでございます。こちらの映像はプロ入り5年目、1989年近鉄が優勝した時にね、打ちましたホームランの様子でございます。鈴木選手は北海道出身、旭川大高2年夏甲子園に出場、1回戦延長13回まで日向学院高校とね接戦をするわけなんですが、13回の表に2点をね許すわけなんですが、なんとその裏にですね、鈴木選手がですね、本塁ねアウトのタイミングなら体当たりでね、本塁に突入いたしまして、逆転サヨナラで、ね、勝利するわけなんですが、これちょっと今やったらコリジョンっていうところはありますけどもね。そして高校卒業後は電電北海道へ進まれるわけでございます。電電北海道といいますと、こちらね中央に移っております若松勉選手、後にねヤクルトで活躍されましたが、そのね若松選手の前打率はちょっと抜くことはできなかったんですけど、年間ホームランの、ね、記録を抜いたことでね、鈴木選手ねプロでねやってみようというね気になるわけなんですよ。社会人3年目、1984年、こちらがドラフト1位の面々でございますが、この年はこちら、明治大学の広沢、武田の、ね、両選手が目玉だったわけなんですよね。そしてこちらが近鉄の指名選手になるわけなんですが、鈴木隆久選手は5位指名で入団されるわけですが、結構ね、この年のこの近鉄のドラフト、なかなかね、後の優勝メンバーもいるわけでね、なかなかいいドラフトと言えるのではないでしょうか。鈴木選手背番号は44、1年が1軍試合出場することはできなかったわけなんですが、2軍では2割9分6厘8本塁打という、ね、成績を、ね、残されるんですよね。そして迎えました2年目86年は63試合で2割3分6厘9本塁打、結構なホームラン9本って、ね、いいですよね。2年目に頭角を現しました鈴木選手、3年目には、ね、レギュラーを獲得いたしまして、規定打席にも到達、119試合に出場、2割6分2厘21本塁打と、ホームランを、ね、20本ね超えるね活躍をするわけでございます。野目、1988年といえばやはり 10.1球、この試合の第1試合で4打数3安打1本塁打と稼ぐ、こちらのお写真がねホームランを打って出迎えられているところなんですよね。そしてねこの日はですね、第1試合です、最後梨田選手が打ってねホームに帰ってきたのがこちらね、鈴木隆久選手でね、こう喜んでるねお写真になっておるわけで、この年は123試合で2割4分6厘20本塁打とね、2年連続ホームラン20本超えのね活躍をされるわけでございます。5年目89年で、ね、前年の優勝で、ね、できなかった悔しさのもとね、こちら10月12日のね、まずはブライアント選手のね一発ですよね、あれ入っちゃうんですよね。そしてこちらリベラ選手もねまた一発を打つわけでね、本当はこの年はねもう優勝ね争いね3チームがね本当激しく争っていたわけなんですよね。そしてねこちら懐かしいですね、西本投手でございますが、この西本投手に対しまして今日の主人公鈴木隆久選手がね登場するわけでございます。この年も118試合に出場、2割8分6厘20本塁打というね活躍をするわけで、ここも見事にねレフトスタンドへのね一発でございます。打率に関してはね、決して高いというね数字はね残されてはいないわけなんですが、この年の2割8分6厘はキャリアハイの打率、そして見事近鉄バファローズね大木監督胴上げ優勝をね果たすわけなんですよね。6年目90年から背番号44からね、こちらお写真ございますようにね2番ね変更、122試合で2割7分22本塁打と、今年はね開幕戦でもホームランをね打つわけで、4年連続20本超えのね成績を残されるわけですよね。そして7年目は127試合で2割6分9厘18本とね、ちょっとねホームランね20本超えねできなかったわけなんですが、6月25日大栄戦で杉本忠史投手から通算105本塁打をね放つわけでございます。92年はですね、なんと5月に骨折いたしましたね、戦列を離れたということで、61試合で1割8分6厘9本塁打というね成績に終わってしまうわけなんですよ。9年目ね、93年ね、こちらね開幕を前にいたしまして、府中寺球場でね、みんなこう裏のね練習してるわけじゃないですか、全然のね悔しさを果たしたいところなんですが、鈴木選手ね一人でね、ジャージ姿でね黙々とねウエイトトレーニングをしてるわけなんですよね。これにはね理由がありましてですね、こちらオープン戦でのね映像になるわけなんですが、
ファールフライをってね、フェンスに激突するわけですね。これがね、怪我になるわけなんです。なんと右肘打撲ということでね、まあ、開幕はね出れなかったんですよね。まあ、怪我の影響もありましてね、86試合で2割1分10本塁打という不本意な、ね、成績に、ね、終わるわけなんですよね。まあ、2年続けてね、ちょっとね怪我に泣いたというわけなんですよ。しかしね、14年目のこちら94年の、ね、映像になるわけなんですがね、見事復活を果たしまして、120試合で2割6分3厘19本塁打という、ね、成績を残されるわけなんですが、こちら西武ライオンズのピッチャーは藤本修司投手ですね。まあ、これもねまた懐かしいですよね。これね、近鉄は6対0とね結構リードしているわけ。ワンアウトランナー1塁という場面で、ここでね鈴木選手ね、どういうねバッティングを見せてくれるのか。この日の先発は高村投手ですよね。2エンド2から、あーっとこれね打ち上げてしまいましたね。これショートフライでございます。11年目95年5月13日オリックス戦、星野伸幸投手からホームランを打ちまして、通算150号を達成。そしてねこの年はね開幕戦もねホームラン打っているわけなんですよね。そして123試合で2割5分3厘16本塁打という活躍。12年目、96年目、この年はもう33歳になる年なんですが、122試合で2割6分8分9本塁打と、ちょっとホームランはね減ってくるわけなんですよね。そして迎えました13年目、97年、この年はですね大阪ドームでね開幕戦を迎えるわけでね、開幕またねホームランを打つわけでね、これでね90年96年に続いている3回目のね開幕、あ、そしてですねこれはね大阪ドーム第1号となるわけで、125試合で2割6分1厘10本塁打という成績。14年目98年目、この年ねもう35歳になるわけなんですが、この年はね規定打席ね到達することができず、108試合で2割7分3厘5本塁打という成績をね残され、ちょっとね衰えがというところをね見え始めるわけなんですよね。そしてこちらね15年目99年のねバッティングの様子になるわけなんですがね、まあ、ここねもうレギュラーというよりこれね代打でね登場する、まあ、そんな機会もねだんだん増えるわけで、この年は73試合で2割1分8厘4本塁打という成績にね終わってしまうわけなんですよね。こちらねホークスでね相手ピッチャーは藤井投手でございます。今年の、ね、藤井投手がね素晴らしくいい年で、59試合で3勝1敗3セーブ26ホールドとね、ホールドのねタイトルもね獲得されたわけなんですよね。そしてねもうこの頃はですね、こちらつっております中村典弘選手がね、まあ、主力バッターとしてね出てきている、そんなね時代に、ね、なっているわけで、鈴木隆久選手もねここねまだまだね存在感をね見せたいところなんですよね。まだこの藤井投手ねこんだけねいいピッチングねしてるわけなんですがね、まさかね来年31歳で、ね、亡くなるなんてね、この時はね誰もね思っていなかったでしょうね。そしてねこの勝負の行方はね、フルカウントからこれねショートゴロ、これ併殺にね打ち取られてしまうわけなんですね。鈴木選手はよくね2000年わずか11試合の出場にね終わりまして、ついにね引退されるわけでございます。引退後は近鉄の2軍打撃コーチでね、まあ活躍されたわけなんですが、なんと就任4年目のですね2004年5月17日に急性期間支援でね6歳の、ね、若さで亡くなれたんですよね。このニュース来た時にえってね思いましたからね、ちょっと早すぎますよね。鈴木選手ね、まあ、打率はね決して高いとは言えませんけれども、まあ、ライナー性のね長打をね量産、4年連続ね20本塁打以上のいうね成績を残されておりますからね。そして通算成績なんですけれども、1501試合で1226安打、192本塁打、657打点、打率2割5分7厘という成績を残されております。本日は近鉄バファローズ鈴木隆久選手をお送りいたしました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。